チロルズ、チロルズ多分10ぐらいかな。そうやね、10ぐらいです。ごめんなさい。チーム紹介します。レフト、レフトどっち？サトル。ライト、野田。1年ぶりです。レフトバックがいくみちゃんで、ライトバックがレイカです。です。レイカはね、うん、初めて見た。いきなり先輩チームに入れられるくらいの人間性の持ち主です。なるほど、惜しい。野田大丈夫？うん、思った。野田頑張れ、頑張れ。野田は2年生だよね。野田は2年生です。サトル、あ、痛い痛い。何しよった？何しよった？え、今まで何しよった？いや、練習行ってますよ、私。ほんとほんと、先々週行ってました。先週は行ってないんだ。先週は行ってないですね。ちょっとビデオが、ビデオが、ちょっとビデオが。ナイスジャッジ、ナイスジャッジ。盛り上がりがすごい。サトルのサーブです。トスが上がればサトル打てるけどね。そうそうそう、あー、ギリギリ入ったな。え、ライトバックの女の子は経験者？はい、レイカ。あの、城南？城南じゃない、城南じゃないです、熊本の子。よく分かってる。竹下近くね、思った。あれ竹下？よし、うん、よっしゃ、ナイス。いや、まあ映ってはおるけどね。いいよ。何も言わずに、お知らせいたします。試合で勝ったチームは、ゆみちゃんのサーブ。え、電池1になった。え、使ってないよ、1秒も。あ、ナイス、惜しい。充電できてなかったもん。お知らせいたします。竹下、竹下、充電1、電池1、あと、あと1。マジ？選手の皆さんは、この試合がどこで行われるのか、事前に確認の上、準備をお願いいたします。こっち、ちゃんとしとった方がいいし、こっちを充電しとけば、こっち多分、こっちの方が充電持つけん。溜まりも早くなると思う。1個しかないんかな、バッテリー。あ、惜しいな。とりあえず今4000やけん。この試合終わったら充電しよう。バッテリー1個？バッテリー1個？バッテリーじゃ、違う。これ1個しかないけ、それに充電する。分かった。おー、 おー、そう、サトルのあのどこに打つか分からんのむずいよね。テニス独特っていうか、そう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 、見てるとこと違うところに打ってくるけんね。でも上手くなったよね。うん、お、サーブ入った。お、ナイス。お、やった。決まった。あ、すごいね、ちゃんと盛り上げてる、偉い。誰？サトル？サトルも2年生になったからね。いけ、よし。あ、オッケー、いいよ、上に上がってるからオッケー。しないように、うん、上に上げるんだ。よっしゃ、いけ、いけ、いけ、よし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 。いいよ、いいよ、いいよ。後ろは拾うからね。あー、たまたまや、たまたまです。しゃあなしです。サミー、だってまさか7月の鹿児島にね、上着いると思わんもん。そして鹿児島や県、ここ、うん、そうそう、ね、まさかよ、そんな寒いと。南に行くのにね、本当よ。それおー、ナイスブロック。見せる、上手くなりましたね、本当に。上手くなった。ちゃんと練習も来てくれるしね。撮ってる？撮ってる。電池が1しかないじゃん。あ、自分しようなかったからね。しようかっちゃうけどね、竹下で。いいよ、いいよ、オッケーオッケー。いっぱい触ったくなるの人。最近多くない、電池なくなる事件。うん、この前もなんかそこの試合の時ね、借りたよね。そうなんだよ。うん、3、何やったっけ。フォーサムの時借りたっけ。あ、去年やけど。うん、なんなん、もうみんななんか見てきて。レイカマジいい子やけ。そうなんだ。ザ、いい子。シオ絶対好きと思う。そう、話したことないな、昨日も話せんかった。でもめっちゃ面白いよ。アイさん、どうやったら日焼けしないですかとか。もう結構チグロかなとか。勝ってるよ。なんなん？86。86って。86ジェントで勝ってる。
入った入ったのか。まだ惜しいな。練習くればいいのに。ねえ。うん。飲み会は好きっちゃうね、多分。そうなんだ。うん、だけん、夏合宿とか。うん。鹿児島とかだけど飲み会ね、みんなも結構野田好きやん、なんか結構いつもいじられるよ、ね、そうそうそう、なんかね野田好きやけんね。でもね、サトルも練習したかったと思うけんね。そうなんよ、うん、その気持ちはすごいわかる、うんうん、そうなんよね、そこは難しい。おおほらね、ああいうね、うんうん、ああいうね、かわいいね、この絵。うん、思った。危ない危ない、笛鳴ってない、笛鳴ってないよ。止める、あれはないわね。え、よかったけど、よし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 、そう、笛鳴るまでね、やっちゃいかん。サトルナイスサーブ頑張って。めっちゃね、レイカとね、チーム入ったらね、うん、ナイス上がりとかめっちゃ言ってくれるよ。わー、いい子っていうか、すごいあれバレーやってきたって感じ。そうそうそう、でもなんかこう強くない、そんなバレーしてたって感じが。なんかあれでしょ、私たちみたいに威圧感がないっていうことやろ私たちみたいに ね、そうそうそう、瀬戸口さんに言われたったよ威圧感が今あったけん喋れんかったみたいな、私のせいで。私たちとユイヤボロボロに負けようけんね。そう、リンリンリュン、リンリンじゃないよ、だから4人でできるもんみたいな書いてあるとこ、育てちゃってねえけど、あいつはミスしまくり。マジか、自滅。15点よ、15点、完全に自滅だって。9号チェンかよ。頑張れ頑張れ頑張れ、ナイスカバーナイスカバー。そんな強い、そうじゃない、ユウヤがもうブロック当てるわ。ナイス、あれ惜しい、ブロック当てるし、ブロック避けたらストレートパシン決まったらアウトやし、でかなこもめっちゃサーブだと悪いらしくて。ほんと、うちらとした時は良かったけどね。ユウヤもガチガチらしい。うん、やろうね。でもなんかめっちゃ組みたいって言ったけんあれやろ、俺がバーってイビって、うん、あれしようとしたけど、もう全然笑ってない。いやいや、ここで負けちゃダメだよ。マジか。そうよ。うん、やばい。ナイス、おい、いいね。ナイスコース。これ勝つと思う。持っとるね、サトル。サトルね、うまい。そう、うまい。持っとるし、そうそう、センスあるし。好きだ、好きだ、そうそう。イクミちゃん。あと当たり損ねが、そうそうそう。いつも当たる。手に当たってないよねってやつが決まるけんね。サトルね、試合はめちゃめちゃ調子いいんだうちと組んだ時もパリパリ強かったけん ね、 ね、本番に強いタイプね。そう、めっちゃ意味わからん強いとこに勝ったって同点ぐらい、何対何かな、竹下何対何、11時、勝っとって、勝っとって、お、すごい、頑張れ、得点、お、ナイスタス、おー、ナイスキー、ありがとう、うん、うん、あんま振ってなかった、ありがとうね、ちょっと待って、こっちの試合見に行ってる、怖いよね、怖いよ、よし、あ、勝った勝った、11、13で勝ってるって言ったの。おー、15対12ぐらい、11?15 対11で勝ちました。お疲れ様です。